Hi everyone, it's Momo. こんにちは、Momo です。今回は to 不定詞の完了形についてお話しします。to 不定詞の完了形の使い方やイメージ、重要ポイントなどをご紹介します。では、早速始めましょう。まず、いわゆる普通の to 不定詞を考えてみましょう。例えば、I'm glad to meet you. あなたに会えて嬉しいですのように、to に動詞の原形が続くのが to 不定詞ですね。to 不定詞がよくわからないという方は、ぜひこのチャンネルの to 不定詞に関する動画をご覧ください。この I'm glad to meet you というのは、初対面で初めて挨拶するときによく使われる表現です。ですが、この表現、別れ際や出会ってから後日その人に会えたという過去の出来事を嬉しく思っていると伝えたいときには、少し言い方が変わります。どのように言えばいいでしょうか。そんな時に登場するのが今回のテーマである to 不定詞の完了形です。まずは形から見ていきましょう。to 不定詞の完了形は to プラス have プラス過去分詞という形になります。過去分詞というのは動詞の変形した形の一つですね。例えば use なら used と原形、過去形、過去分詞形と変化します。基本的には語尾に ed をつけた形が過去分詞ですが、例えば study なら y を i に変えて ed になりますし、eat なら ate, eaten と変化するように不規則動詞と言われる特殊な変化をする動詞もあります。なので、I'm glad to meet you という先ほどの to 不定詞の表現を完了形に変えると、I'm glad to have met you となります。met は meet の過去分詞の形ですね。では、この to 不定詞の完了形が何を表すのかを詳しく見ていきましょう。I'm glad to have met you という文を過去から未来の時の流れを線で表して考えてみます。まず注目するのは、この文の主語に対応する動詞、述語動詞です。S、V、主語、述語動詞となっているので、省略されていますが、B 動詞の am が述語動詞にあたりますね。この S やら V やらがよくわからないという方は、ぜひ文の要素、SVOC についての動画をご覧ください。今確認した述語動詞の am は現在形なので、この時の流れの線で現在をここだとすると、I'm glad、私は嬉しいとありますから、現在の気持ちとして嬉しいと思っていますよね。次に注目するのは to 不定詞の完了形の部分です。このように to と have プラス過去分詞を使うと、述語動詞が表す時よりも過去のことに触れることになります。過去のある時点で出会ったということですね。このように述語動詞 V が表す時よりも過去のことに触れるというのが to 不定詞の完了形を使う上での一つのポイントとなります。この文では、述語動詞 V が表している、嬉しいと思っている状態なのは現在。出会ったことはそれよりも前のことということですね。これで、あなたに会えてよかったですといった意味合いになります。完了形が過去に触れるために使われるケースは他にもありましたよね。助動詞の過去を表す表現では、should have 過去分詞とか、may have 過去分詞、must have 過去分詞といった形をしていました。そんなのあったっけと思われた方は、ぜひ助動詞の過去を表す表現についての動画をご覧ください。では、to 不定詞の完了形についてもう少し他の例も見てみましょう。例えば、He claims to have invented the machine というと、彼はその機械を発明したと主張しているといった意味になります。こちらも時間軸を確認していきましょう。注目するのは、まず述語動詞ですから、claims ですね。主語が he なので s がついています。主張するという意味の動詞で現在形ですね。なので彼が主張しているのは現在のことです。次に to 不定詞の部分を見ます。to have invented と完了形になっていますね。完了形ということは claims 主張している時よりも前の出来事になりますから発明したのは過去のことです。主張しているのは今、機械を発明したのはそれよりも前です。時制がずれているのがわかりますよね。もう一つ例を見てみましょう。
I pretended to have seen the movie. 私はその映画を見たことがあるふりをしたです。こちらも時の流れを考えましょう。述語動詞は pretended。pretend、ふりをするという動詞の過去形ですね。なので、現在をここだとすると、過去形なので、ふりをしたのは過去のことです。次に、to 不定詞の部分を確認すると、to have seen と完了形になっています。to 不定詞の完了形が表すのは、述語動詞が表す時よりも過去のことですから、ふりをしたのよりも前に映画を見たということです。実際は pretend はふりをするという意味なので、本当は I、私はその映画を見ていないんですけど、時間軸で言うとこうなりますよね。こちらもふりをした時と見た時は同じ時ではないので、時制がずれています。これまで to 不定詞の完了形が、述語動詞が表す時よりも過去のことに触れるのに使われるということを見てきました。これが基本だと思ってもらえれば OK です。ここからはプラスアルファの知識を紹介したいと思いますので、気になる方は引き続きご覧ください。ここまで見てくださった方は、きっと to 不定詞の完了形に過去のイメージを持っているかと思います。実際に to 不定詞の完了形が使われる場合の多くは、述語動詞よりも過去のことに触れる文が多いです。また、試験対策などを考えても、そのことを知っていれば、大体こと足りるかと思います。ですが、実際に英語に触れていると、こんな文に出会うことがあります。We expect to have finished the project by the end of this year. もし過去のイメージしか持っていないとすると、この文はどうなるでしょうか？述語動詞は、予期するとか、これからそうなると思うという意味の expect で、現在形です。そして、to have finished と、to 不定詞の完了形が使われているので、エクスペクトよりも前のことを指しているなと考えますね。でもよく見ると by the end of this year 今年の終わりまでにという未来を表す言葉があります。ここであれこのプロジェクトを終えたのは過去のことじゃないのと思うかもしれませんね。そこで余裕がある方は知っておいていただきたいのが次にお伝えすることです。 to 不定詞の完了形の形をもう一度見てみましょう。 to プラスhave プラス過去分詞ですね。この have プラス過去分詞の形といえば、現在完了形の時制の時に使いますよね。この to 不定詞の完了形の形は、完了形の時制の要素も持っているんです。完了形の時制がよくわからないという方は、まずはぜひ現在完了形についての動画をチェックしてみてください。ここでは本当にざっくりと完了形の時制について触れると、過去から未来の時の流れを線で表して、現在をここだとすると、過去のある時点から現在までの話を対象とするのが現在完了形です。そして、過去のある時点から過去のある時点までの話を対象とするのが過去完了形。また、未来のある時点までの話を対象とするのが未来完了形です。この完了形の時制のイメージを持った上で、先ほどの文を見てみましょう。We expect to have finished the project by the end of this year. 時の流れを見ていきます。述語動詞は expect で現在形なので、現在これからこうなると思っている、予定しているということですね。次に to 不定詞の部分を見ると to have finished とあるのですが、この文を最後まで見ると by the end of this year 今年の終わりまでにと未来を表す言葉があります。今年の終わり、つまり年末は現在よりも先のことですね。この to have finished が表しているのは、現在から年末という未来のある時点までにそのプロジェクトを終えるということ。つまり未来完了形の意味合いになります。予定しているのは現在。終えるのは未来である年末までのある時点ということです。このように、to 不定詞の過去形が必ず過去の意味になるわけではないということを頭の片隅にでも入れておいてもらえれば、きっと役に立つ時が来るはずです。今回は to 不定詞の完了形についてお話しました。to 不定詞は非常に登場頻度の高い文法事項なので、この完了形の使い方を理解して、ぜひ to 不定詞を使いこなしてもらえればと思います。このチャンネルでは主に今回のような英文法や英文読解の説明をできるだけわかりやすく行っておりますので、よかったらまた見に来てください。
ではまた別の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. Bye for now. ご視聴ありがとうございました。別の動画も見てみたいという方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。